未来を切り開く電池レス技術の衝撃。皆さんは普段電池切れで困った経験はありませんか？リモコンが動かなくなって慌てて電池を交換したり、 IoT センサーのバッテリー交換のために脚立を出したり、そんな日常のストレスももうすぐ過去のものになるかもしれません。このためだけに来た。ラスベガスの展示会で技術者たちが殺到した小さな円盤が今まさに産業構造を揺るがしています。 SMK 株式会社が開発した自立給電型コインバッテリーモジュールハーベストルートはまさにその革命の先駆けなのです。あなたのリモコンや IoT センサーが周囲の光からエネルギーを自動的に収穫し、半永久的に動き続ける世界がもう目の前に来ています。このモジュールは業界初となる画期的な技術で、従来の CR2032 コインまた電池を完全に置き換えることができます。コイン電池に馴染みがない方はボタン電池の形をイメージしてみてください。 CES イノベーションアワード2025を受賞し、世界的にも高い評価を得ているこの技術について徹底的に解説します。革新的技術の全貌とそれがもたらす未来の可能性について詳しく掘り下げていきましょう。ハーベストループとは、 SMK 株式会社が開発したハーベストループは、直径 20mm、 厚さわずか 3.2mm というコンパクトな円盤状のモジュールで、 CR2032 コイン型電池と同等の電圧を供給できるように設計されています。この小さなボディに太陽光発電用の PV セル、エネルギー貯蔵用のバッテリー、そして通信機能を担う Bluetooth ローエナジー 5.3 のチップが統合されています。太陽光発電用の PV セルはわずか16ミリのサイズですが、少ない光量でも効率的に発電することができるように設計されているそうです。内蔵されたバッテリーの容量は4ミリアンペアはあり、一時的に光源がない環境でも動作を継続するためのエネルギーを蓄えることができます。さらにこのモジュールは外部アンテナを接続することで、空間伝送型ワイヤレス給電 WPT にも対応しています。これにより太陽光が届きにくい場所に設置されたデバイスであっても遠隔からエネルギーを供給することが可能になります。モジュールは2025年3月からサンプル出荷を開始する予定で、価格は1個当たり約1万円のようです。生産個数が少ないため価格が高いように感じますが、1年以内の量産を目指しているため、量産時にどれくらいの価格になるかが気になるポイントですね。ハーベストループのメリット。電池交換が不要に。突然の電池切れで困った経験はありませんか？従来のコイン電池との大きな違いは、定期的な電池交換が不要になる点です。私たちの日常生活は、数多くの電池式デバイスに囲まれています。リモコン、時計、体重計、温室時計、煙感知器など、家庭内だけでも多くのデバイスが電池交換を必要としています。従来のコイン電池は、数ヶ月から数年で交換が必要になりますが、ハーベストループは半永久的に動作し続けることが可能です。そのため、より多くのデバイスがこの技術を採用することで、電池交換のない生活が実現していくでしょう。環境に優しい。使い捨て電池の製造、廃棄に伴う環境負荷は決して小さくありません。日本国内だけでも膨大な数の電池が消費されており、その多くが適切にリサイクルされずに廃棄されています。使い捨て電池は廃棄時に環境汚染のリスクがありますが、ハーベストループは交換が不要のため、こうした廃棄物を生み出しません。これは CES イノベーションアワードのサステナビリティ部門で評価された点でもあります。ハーベストループのようなデバイスが普及すれば、こうした廃棄物の量を大幅に削減できますね。さらに製造過程においても環境負荷の低減が期待できます。使い捨て電池の製造には多くの鉱物資源や化学物質が必要ですが、自立給電またモジュールは一度製造すれば長期間使用できるため、資源の消費を抑えることができます。こうした環境面でのメリットは今後ますます注目されていくでしょう。
幅広い用途、技術力の訴求やインパクトを考慮し CR2032 代替のコイン電池サイズで開発したそうですが、実はコイン電池サイズに限定する必要はないそうです。 IoT やモビリティ、一般家庭など様々なジャンルに幅広く用途に合わせて対応することが可能です。 CES2025 では様々な業種業態からアプローチが寄せられており、SMK 社が想定していなかった用途での活用提案も多数あったとのことです。ハーベストループの可能性は当初の想定を超えて広がりつつあり、これからも提案が増え続けていくことでしょう。実用化に向けた課題、光源環境への依存性。従来のコイン電池はどのように使用されているでしょうか。大抵のコイン電池は製品の裏側などの密閉された空間で使われていることが多く、光が十分に得られない場所であることが多いでしょう。光がなければ発電することができないため、ハーベストループを使用する製品側の設計も従来とは異なる形にする必要があります。ワイヤレス給電で光源に頼らない給電方法もありますが、太陽光発電が可能なハーベストループのメリットが活かせません。 SMK 社は今後の対策として振動や熱など他のエナジーハーベスティング技術を活用した発電も検討している最中のようです。限られたバッテリー容量、一般的なコイン電池の容量は約 220mAh であるのに対して、ハーベストループのバッテリーは 4mAh という限られた容量しかありません。この課題は超低消費電力設計と効率的なエネルギー管理システムによって対応ができるとの見解が示されていますが、使用環境によってはコイン型電池の代替にならない可能性があります。この問題もワイヤレス給電に頼ることで解決はしますが、外付けアンテナと送信機のコストを考えるとハーベストループにこだわる必要がなくなってしまいます。高額な初期費用、2025年3月から出荷するサンプルは1個あたり約1万円であることが発表されています。これは従来のコイン電池の約40倍であり、半永久的に使用できるとしても一般家庭には手を伸ばしにくい価格です。ただし産業用途ではメンテナンスコストの削減効果が大きく、比較的高コストでも導入メリットが見出せる可能性があります。量産が開始されることで規模の経済を生かしてコストの削減ができる可能性がありますが、低価格を実現できるかは不明確です。現在は産業用途を想定しており、一般消費者向けの販売は未定としているため、一般家庭に普及するのはまだ先かもしれません。しかし購入したいという一般客からの問い合わせも受けているため、対策を検討したいとの考えを示しています。ハーベストループのある未来、子供が電池を知らない未来を想像できますか。テレビやエアコン、照明などのリモコンは一般家庭に多数存在し、定期的な電池交換が必要なデバイスの代表例です。他にもワイヤレスマウスやキーボード、ワイヤレスヘッドセットなど日常的に使用する機器に組み込まれることも容易に想像できますね。ハーベストループが普及した世界では電池切れの概念がなくなり、いつか電池を知らない世代も現れるでしょう。また IoT 分野では電源問題が大きな課題となっているセンサーデバイスにもハーベストループが革命をもたらします。例えば温度、湿度センサー、動作検知センサー、ドア、窓の開閉センサーなど、スマートホームやスマートビルディングで使用される様々なセンサーに応用できます。これらのセンサーは一度設置すると電池交換のためにアクセスすることが困難な場所に設置されることも多く、自立給電型のソリューションは理想的です。このように生活のあらゆる場面で利用することが考えられますね。いかがでしたか。 SMK 株式会社のハーベストループはエナジーハーベスティング技術の実用化における重要なマイルストーンです。このモジュールは従来の CR2032 コイン型電池を代替できるというシンプルながらも革新的なアプローチにより、私たちの日常生活と産業界に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。
2025年3月からはサンプル出荷が開始され、1年以内に量産が始まる見込みであることから、私たちがこの革新的技術を実際に手にする日も近づいています。リモコン、IoT センサー、キーフォブ、自転車アクセサリーなど、様々な機器から電池交換の手間が解放されることで、私たちの生活はより便利になりそうですね。電池交換を必要としない未来は、もはや遠い夢ではなく、私たちの目の前に広がる現実なのです。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。